はい、電気トイレ、本日は、えー、PL 法について製造物責任法というものです。英、え、語、ーまあ、するとこちらですね。<coughs> えー、PL 法とは、製造物の欠陥による人の生命、身体、または財産にかかる被害が生じた場合における、えー、製造業者等の損害賠償の責任について定めるものです。でここでいう製造物というのは、えー、っとですね。<coughs> <coughs> 製造または加工された、えー、動産であり、えー、法の第2条第1項によるんですが、えー、一般的には大量生産大量消費される、えー、工業製品を中心とした人為的な操作や、えー、処理がなされ引き渡された動産を示します、えー、不動産や電気は該当しませんこれ不動産って書いてあるんですけどねでこの血管ですね不動産のあ不動産じゃねえや製造物の血管によるこの血管っていうのは 種類があります <laughs> まあそもそも血管とは通常えー、まあ用いるべきですね安全性を欠いていることですで安全性に、えー、関わらない品質や性能の血管、えー、ですね菓子ここで菓子って言うんですけど菓子はこの方の欠陥には当たらないと <laughs> 一般的のよじゃあ具体的にどういうかっていう一般的に3つに分類されます1個が、えー、設計上の欠陥ですねで、えー、もう1個が、えー、製造そうねこれ製造上の欠陥 <coughs> そして3つ目が指示警告上の欠陥ですねまず設計上の欠陥これ設計自体に問題があるために安全性を書いた場合ですね で製造上の欠陥これは設計や使用通りに製造されなかったために安全性を欠いた場合そして指示警告上の欠陥これは、えー、取り除くことが不可能な,可能な、えー、危険がある場合にその危険に関する適切な情報を与えなかった場合ちゃんと通知しなかった場合ですねこれは欠陥と呼ばれるものですねこれで何か、えー、被害が生じた時に、まあ、損害賠償についての責任について定めるものですね でこれえいろいろあるんですが、<laughs> まあ、ちょっと、えー、PL 法に引っかかる <laughs> 引っかからない場合です、ね、を1で示します。例えば病院で臨床後賀技師が点検したけど、後遺症に気づかず、使用中に事故が起きました。これは CE の債務不履行いやえ不法行為の責任が問われます。 債務不履行とは約束を守らなかったために損害を与えることですね。不法行為は行為過失により損害を与えた場合、責任が問われるとされております。<coughs> またこれ、思い切り PL 法に引っかかるんですが、改造を行ったため事故が発生したと。 機械の改造を行ってそれから臨床に使われたそしてそれによってうまく動作されずに事故が発生したこれは民法による医療側 <laughs> まあ病院側の責任になりますね、まあ、個人になるのかどうかはちょっと微妙な、まあ、これはもう確実に個人になるでしょうね <laughs> でこちらは貸し担保責任になりますこれは商品に隠れた不良があったことをまあ血管血管のことを貸しっていうんですけど <coughs> これ、民法になってこういった責任があるみたいですね。で、ちょっと福祉になりますが、債務不履行、これ一体何かっていうと、約束を守らなかったために、えー、<coughs> 損害を与えること、そして不法行為、これは、故意過失によって障害を与えた場合、不法行為となりますので、まあ <coughs>、今日のポイントは、<coughs> <coughs> PL 法に関してなんですが、まあ、ちゃんと約束守もなかったら、債務不履行や不法行為、あと民法による貸し担保責任 <laughs> によって、ですね損害,損害賠償を求められる可能性があるので、<coughs> えー、製造物は、まあ、あの基本的には改造しないと。<coughs> でちゃんと点検した場合には、故障に気づかずっていうのは、これ、ダメですね。 <laughs> えー、臨床に使っても問題ないように、えー、点検を行うのでここで故障に気づかなかった場合その個人の責任になります。